よし、イエーイから始めるの。イエーイでしょ。二枚ちょうだい。みんな一枚。こちら。いいですね。映んない。アニバーサリー。チョコレートが濃すぎて。チョコが濃すぎてってどういう。じゃあ、いいやって言ってもらって。はい。いいやイエーイイエーイイエーイということで始まりました。うん、この、はい、この、これですね。このイベント。金崎さん。創業75周年を迎える金崎と結成10周年を迎えたアトアの一夜限りの特別共演。ありがとうございます。伝統と文化を目で耳で舌で全身で体感してくださいだそうです。ありがとうございます。だそうです。おかしいだろだそうですじゃない。もう全部で感じてちょうだい。感じていただきたい。まあ、このイベントはどんなイベントなんでしょうかっていうのをざっくりね、ご説明できればと思います。はい、じゃあ、しゅうやくん、説明お願いします。このイベントは、はい、まあ、先ほどもあきらさんも言った通りですね、金崎さんが75周年という、はい、ものすごいことがものすごいことだ。ものすごいことだ。何75周年でものすごいことが起きてるの。じゃあ、このどんなイベントっていうことなのかっていうのを、まあ、ざっくりね説明をしてもらいたいということなので、ソキオくんにこの後ね、何の時間だったのよ。暑い。どうせ今のカットです。何が？暑い。何が？ダメだ。どんな？どんで？さっきの時間って何？さっきの時間って何？暑い。だって75周年がすごいことに言ってなって何言ってんだろこいつって。もうすごいことだけど言葉がすごすぎる。金崎さんはすごいことになってんじゃなくてお前がすごいことになってんだよっていう爆弾だったな。爆弾だったね。通話マジで全然お客さんには伝わらないよね。やっぱりちょっと時男くんに、うん、これこそしっぽりちゃんと伝えていただいて、しっぽりいきますね。しっぽり校長先生が喋ってるみたいな感じで分かりやすくお願いします。お客さんがどういうことを体験するのかをちょっとね、何があんの、ここに行ったら何できんのっていうのをお伝えください。はい、はい、まあですね、金崎さんと、まあ、あとはとですね、まあ記念アニバーサリーなので記念すべき、まあ、節目の年でもありますから、我々のまあ一番メインに行っていて味が噛み締められるようなものを提供してお客さんにとりあえずとにかく楽しんでもらうっていう企画を年度4月のね入る前にめでたくや行おうじゃないかという、うん、まあ、私と加藤さん社長のね、なるほど、加藤さんとで話し合いを重ねまして、うん、我々のタイプともちろんですね、はい、で金崎さんももちろんこういうことですが、かまぼこと、それに加えてまあ、日本酒が振る舞われる、はい、で最後に、金崎今やってますけど、
真っ最中にやってますけど、金崎の職員さん方、まあ、若い子中心にですね、うん、職員さんが集まってくれて、そうそう、20名でね、そうそうそう、すごいよ、やってますけどね、うん、はい、その総勢20名の社員の若い子たちと我々と仙台カブラという団体で金崎カブラ連舞をしてですね、うん、めでたく会を締めることができるような頑張ろうぜというイベントとなっております。はい、はい、めっちゃ下ばかり見てるやんそうだねああ空間が良くない。ああ、そう、うん、なんかこれこっちにか話しかけた方がいい。そう、もっと分かりやすく言うと、丸1アトワの演奏が聞けるよ。ああ、それいい。丸2金崎さんのかまぼこと日本酒のペアリング、うん、はい。丸3みんなお腹もいっぱい胸いっぱいになったとどめを刺す金崎神楽演舞っていうのがあります。まあ、金崎さんの職員さんと我々アトワが、まあ、一緒になって、お送りする演舞となります。この ① から ③ を楽しんでいただくぞっていうのが3月26日となっておりますので、はい、すいません、終夜も俺もカットです。分かりますこの流れ確かに明らかに一番分かります。よかった、今のがいい。ありがとう、うん、こういうとこで、はい、ね、ということで、見どころはね、どういうところなんだろうねっていうのを、じゃあ逆に説明ベテランでもさ、見どころ、俺のここを見てもらえたんだって、不器用なり、そういう人間だって言ってもらいたいのね。わかる人いるから、うん、今のなので、じゃあ ① まあ、アトワの演奏をどういったところを今回そのめでたいっていうところもね、はい、いろいろあると思いますので、はいはい、それをぜひ時男さんに言ってもらいたいと思います。はいはい、端的に言うとですね、新曲やりたいと思います。大変ですね。新しいメンバーも入ってですね。はい、新しいメンバーなんですけど、はい、入って。早速に新しい曲をやろうっていう無謀な挑戦もしてます。しかもかなりなハイレベルだよねあの11年目のそうね、一番やばいよね、多分ね。大変だね、一番やばいと思う。まあなんですけども、まあ曲名をですね、カムラという曲名にしてですね、お、カムラもですね、あのカタカナのカムラが、まあ、有名というかスタンダードというかですね、まあ、神様のカムラっていうのにもかけてですね、私としては漢字のですね、はい、あの加藤さんのかそれは分かんないと思うよそれは伝わりにくい、まあ、テロップで入れてるやつ。ああ、なるほどなるほど。難しい、難しくて、難しい、ね、あれ相当めでたい字なんですよ。へえ、もう喜びとか、うんうん、そのめでたいとか、そういう、まあ、ことぶきみたいなぐらいな言ったらね、うんうん、そんくらいめでたい言葉で、うん、で、金崎の今の現社長さんも加藤さんのその、はい、その文字なんですよ。おうおうおう、そんなこともあり、おう、絶対使いたいなと思ったんですね。なるほど。で、一文字にしてもいいかなと思ったんだけど、うん、かだけだから、うん、ね、だけど、まあ、今こういう現状だけどさ、なんかみんな集まって中心でやってるじゃない、神楽もだし、あ、まあ、メンバーも入ってきて練習もしてるし、うん、なんか村みたいに、なるほど、にぎわったらいいなって個人的に思って、まあ、村もつけたいなと思ったんで、神楽っていう2文字にして。ちゃんと考えてる。で、やっぱり村積みだから、新しい曲の、新しい門出の新しいちょっとだからまあそういう曲名にして、はい、まあ、まあ、栄えるよね今後ね、うん、しゅうやが11年目、21年目ってなるぐらいまで、いいね、こう私たちが作った曲、
まあ、私が作った曲をやってってもらえたら嬉しいななんて、うん、いう感じだと感じだから賑やかな ね、 そうだねめでたい本当に4人がもう 息はーはー言いながらも全員に、ね、全員がもうどの世代も関係なく全力でやらせる曲を考えたよね、うん、なかなかあれはね後々らしいなと思うんでぜひお楽しみにしといてください、はい、それとね、うん、もう一曲やっぱりスタンダードに、うん、まあこれもインスタとかね、あのフェイスブックとかでよく流れてますが、はい、ヒーズローですね、うん、やりましょう、うん、これはほらカムラと対象でやっぱり0年目から一番最初からフェスだねとやってる曲なのでまあそれも周囲に入ってもらいながら、うんうん、ずっとやってきた曲を対照的に2曲ヒーズとカムラで対照的にお届けしたいなと思っている次第です。頑張りましょう。いや、じゃあ丸2の、かまぼこ日本酒ペアリングの、うん、ね、これはもうね、かまぼこ食べたいよね。金崎に来てるんだしさ。美味しい美味しいかまぼこ。どうしたの急に。美味しい美味しいかまぼこな。うん。ちょっと鉄板が耳すごい。美味しい美味しいかまぼこ。美味しい。なんで急に昔話。昔美味しい美味しいかまぼこが。振り切ったね。ずん振り切ったよね。若いってやっぱいいよね、うん、いいと思う。エネルギーがあった。エネルギーがあるわ本当に。はい、じゃあ、丸にかまぼこ日本酒ペアリングっていうところでまあねこれはもう金崎に来てんだからかまぼこ食べないで何しに来るのって話だろうね。そうですね。そうですね。うん、だし、やっぱり日本酒を飲んでいただいてから、うん、かまぼこを食べていただくと、うん、やっぱりまた一味も二味も違った感覚になる。まあ、もうむしろしてる。今回のね、テーマがそれこそ伝統とね、文化っていうことでね、うん、そういう日本酒ってさ、まあなんつうの、最近で言ったらね結構あんま、俺らだったらさ、祭りとかでさ、ガンガン飲んでたけどさね、もうでもまあ、ね、女性が飲みやすい味、うん、って言ったらいいんですか、うん、おしゃれな味してますよって思います。うん、あの、うん、あの全然臭いの好きなんで、あの、なんとも言えないんですけど、そうだね、宮城の酒って臭いしね、全然いいの、あ、言っちゃった、全然あれなんですけど、でも、あの、スッとね、いいよね、いい宮城を感じるよね、うん、スッとして、キリッとしてるっていう感じなんじゃないかなと思います。そういうのもね、まあ、そういったトークを、あの、プロの方にしていただきつつ、うん、味わっていただくテイスティンみたいな、ね、っていうような、へえー、面白そう、感じ、説明ありに俺も行こうかな。ああ、だからね、本当にそんなぐらいですよね、うん、本当にそうなんですよっていう時間を過ごしていただくと、うん、いただくということですね。よし、はい、で、日本酒はまあね、結局二十歳超えないとね飲めないね。そう、はい、なので、それは、はい、僕らもどうすることもできませんので、しっかりと大人の会になってしまうのかなと思うんですが、まあこれ別に飲まなくても大丈夫です。うん、そういう大人の会なのっていう声が結構上がってるんですけど、全然大丈夫です。来てください。はい、かまぼこ食べて、まあ、あの他にもあの飲み物ありますから酒しかこっちは用意してねえからっていうスタイルではやらさせてもらってないんで大丈夫です。はい、金崎神楽演舞、まあ、コラボレーションですね。あとあと金崎のコラボレーションをするということで、まあまあどういった感じでね、お客さんは見ればいいのとかいろんなことあると思うんで、なんか神楽についてって言っちゃうとなんか重苦しくなっちゃう、あの校長先生が喋り始めちゃうみたいになっちゃうんで、うん、なんかもう一言でまとめるとくらいな感じが嬉しいな。まあ、
ね、春のね、お祭りを見に来てますっていう空間にしたい、したいね。いいね。あったかくなってきたからね、最近ね、やっとね。もうこれを見て桜を待ちましょうみたいな感じでいいんじゃないかなと、個人的には。やっと、そう。やっとほうほう、ほっほうって鳴いてたの、うちの山。あ、そう。あれだよね、なんか秋にやったのは完成されてるやつだから、春に種崎さんのちょっと赤い感じを出してるっていうことですね。そうね。いや、本当にあの、ね、僕もだし、加藤さんとも話してるんですけど、はい、やっぱ神楽を通して、まあ、種を植えて芽吹くまでっていうところっていう姿も応援してくださってる皆さんに見せたいじゃないのっていうところから企画が始まってますので、はい、そういったところをね、なんか温かく見守っていただけるように、はい、なればなと思ってます。はい、はい、それでですね、このイベントなんですけども、3月20日予約締め切りとなっております。うん、3月26日のイベントで3月の20日まで、すぐ、もうすぐなんですよ。なのでこれ見たらもうすぐ概要欄に行ってもう予約してください。うん、はい。それから Facebook とか Instagram の DM、はい、ダイレクトメッセージでいただければ、店員がね、満ちてなければ、うん、あの私たちの方で手配いたしますので、はい、ぜひ、そうだね、うん、コメントいただければと思いますね。はい、本当にそういう風にしていただければ、はい、もうなんかわかんないんだけどってなって、うん、まあ、ただあの、情勢が情勢なだけにですね、あの、50人って、はいはい、あの締め切りというか定員があるので、はい、そこだけはご勘弁していただきたいと、はい、代表の立場からはお願いそうです、ね、させていただいて、はい、はい、ともなってますからね、はい、はい、なので3月26日、うん、こっちは新曲仕上げたり、金崎神楽仕上げたり、とにかく仕上げて、仕上げに仕上げに仕上げてお待ちしておりますね。お待ちしてるっていう状態にして、はい、ね、主役ね、はい、このね、はい、主役のこのね、かわいそう、もういじめに入ってる、いじめじゃないね、愛だね、愛、もはや、もうラブだよ、ラブ、ラブ、アニバーサリーだね、そうだね、はい、ということで今回はこれぐらいにしていきたいと思います。はい、26日お待ちしております。かまぼこ日本酒ペアリングのね、これはもうね、かまぼこ食べたいよね、金崎に来てるんだしさ。おいしい、おいしいかまぼこ、うん、どうしたの急に。おいしい、おいしいかまぼこな、うん、ちょっと発音が耳すごい。おいしい、おいしいかまぼこ、おいしい、なんで急に昔話。昔、昔、おいしい、おいしいかまぼこが振り切ったね、ずん振り切った。